73歳の男性の方です。胸部のプレーン CT を撮影しまして、カラーイメージのボリュームレンダリングを作りました。 3D に作り上げておりまして、ご覧のように、後方からコロナール画像から今回転させております。ご覧になっておられるのは、ちょうど上から下に、機関を見ておりますが、アキシャルのような位置ですね。で、今提示しておりますのは気管支内視鏡、バーチャル気管支内視鏡ですね。でちょうどここが気管分岐の場所です。さらに気管を下ってまいりますと、この気管分岐から今回はですね、右の主気管支に入ってみようと思います。でこれがそうですね。でこちらは、常用気管支の分岐部ですね。さらに下っていきます。右の主気管支をさらに下っていきますと、ここがですね4番5番の分岐部ですね。さらに下ってまいります。これがちょうど9番10番に相当する気管支ですね。はい、以上です。ありがとうございました。